ヘッセン州、ヘッセン州、ランドヘッセンは、ドイツに16ある連邦州の一つ。州都は、中南西部に位置するビースバーデン。経済の中心都市は、州南部に位置するフランクフルトである。グリム兄弟の記事、ハーナを起点として鍛え、グリム道はユカリの地を結ぶドイツメルヘン街道や、木組建築の街、アルスフェルトなどの観光地がある。ヘッセン州は、 ドイツ中央西部に位置し、北はニーダーザクセン州、北西はノルトラインイコールベストファーレン州、南西はラインラントイコールプファルツ州、南はバーデンイコールビュルテンベルク州、南東はバイエルン州、東はチューリンゲン州と隣接している。ライン側が南西のラインラントイコールプファルツ州との境界をなし、 州南部をライン川の支流のマイン川が横断する。この二つの川の流域に挟まれた地域は、南のバーデンイコール、ビュルテンベルク州へと続く、緩やかなオーデンバルト山地を除き、平野となっており、ここに、州の人口が集中している。この地域の主な都市は、フランクフルトフランクフルト、オフフェンバッハオフェンバッハ、ビースバーデン、ダルムシュトットなどがある。また、州北西部には、 イギリスの大ハイエジンバラ港のマウントバッテン家、バッテン、ベルク家ゆかりの地バッテンベルクがある。州北部、中部は緩やかな山地と丘陵が広がり、古田川などの河川の流れに沿って狭い盆地が点在する。州北部のカッセル、古田、州中部のギーセンといった都市は、このような盆地に形成されている。今日、ヘッセン州となっている地域の大部分は、中世の初めは、 フランク王国、東フランク王国の下で、フランケン大公の統治する領域の一部であった。その後、神聖ローマ帝国の時代の1222年に、中林元砲白領の一部となった。1247年に、中林元砲白、ハインリヒラスペガシシなく死去すると、後継を巡り追いのマイ埋ン返境ン伯ハインリヒ三世と名命のゾフィー・ホンブラバントとの間で戦争となるが、 1264年、砲白領西部のヘッセン地方を分離し、ゾフィーの息子ハインリヒが、ヘッセン砲白に、ハインリヒ三世が、チューリンゲン砲白を継ぐことで決着した。ハインリヒ一世は1277年に、カッセルに今を定め、1292年には、帝国諸侯の地位を獲得する。その後、徐々に、南方へ領土を拡張し、15世紀にダルムシタット、 などの都市を領土に加える。最盛期はフィリップ、寛大クの時代であった。彼はドイツの宗教改革においてプロテスタントを支持し、ザクセン選帝公、ヨハンフリードリヒと共にシュマルカルデン同盟の指導者となり、神聖ローマ皇帝カール五世と戦ったシュマルカルデン戦争。1547年に敗れて遊兵されるが、1552年に釈放。 1555年のアウクスブルクの和議で、プロテスタントが認められることになった。フィリップの死後、ロードは、遺言に従い4人の息子に分割相続され、ヘッセンイコールカッセル、ヘッセンイコールマールブルク、ヘッセンイコールラインフェルス、ヘッセンイコールダルムシュタットの4つに分かれた。ラインフェルスは1583年に断絶し、カッセルに併合され、マールブルクは1604年に断絶し、 この領土をめぐり、カッセルとダルムシュタットの間で論争と武力衝突が起き、1627年に分割によって一応の解決を見た。しかし、30年戦争の終盤において再び、この領土をめぐり、皇帝側についたダルムシュタットと、スウェーデン及びフランス側についたカッセルとの間、戦争となった。このヘッセン戦争、 1645年から1648年で兵士のみならず、一般市民にも多くの犠牲者を出し、人口が激減した。ヘッセンイコールカッセル・ホウハク・フリードリヒ一世は、ハク異形象に先立って1720年にスウェーデン王に即位したが、この同訓連合、ヘッセン長は一代限りで終わった。1775年にアメリカ独立戦争が起きると、 ヘッセンイコールカッセル砲白フリードリヒ2世は、イギリスとの間で、傭兵提供契約を締結し、ヘッセン兵1万7千が戦場へ送られて、イギリス陸軍の主力となった。1803年にヘッセンイコールカッセル砲白、ビルヘルム9世は先帝国の地位を獲得し、以後、ヘッセン先帝国、クールヘッセン、カレソンを称するが、1806年に帝国が解散したため、 一度もその権限を行使することはなかった。ヘッセンイコールカッセルは1807年にナポレオンによってベストファーレン王国に統合され、一旦は消滅したが、ナポレオンの没落により再興され、ヘッセン選定公国という時代錯誤な国名ドイツ連邦に加盟した。一方、ヘッセンイコールナルムシュタットはナポレオンの指示を得て対抗国に昇格し、ライン同盟に加盟。 ナポレオン没落後は、マインツ、ボルムスを獲得して、ドイツ連邦に加盟した。1866年の広島戦争では、両者とも、オーストリア側についたが敗れ、ヘッセン選定公国は、フランクフルト自由都市、ナッサウ公国と共に、プロイセン王国に並行され、ヘッセンイコールナッサウ州となった。これに対し、ヘッセンイコールダルムシュタットは、 領土の一部をプロイセンに割上することで存続を許され、その後、1870年に北ドイツ連邦に加盟、マインガワイ北のみ、1871年にドイツ帝国を構成する国の一つとなった、ヘッセンイコール・ダルムシュタット大公。第一次世界大戦の終わり近くの1918年にドイツ革命が発生、ヘッセンイコール・ダルムシュタットは、 共和制へ移行したが、ラインガ伊異星の領土は1930年まで、フランス軍の占領下に置かれた。第二次世界大戦後、再びラインガ伊異星は、フランス占領地域となった。ヘッセンの残りは、アメリカの占領地域となり、1945年9月に、ヘッセンイコールナッサン州とヘッセンイコールダルムシュタットを合わせ、大ヘッセンを創設。 1946年12月4日に、ヘッセン州に解消した。ライン外政は、1946年8月30日に、ラインラントイコール、プファルツ州の一部となった。州議会の定数は110、選挙法に基づく議席配分により、超過議席が生じる場合もあるで、2013年9月22日に行われた前回選挙での政党別議席配分は、 以下の通りである。前回の2009年の選挙では FDP が躍進してセディ FDP 連立が過半数を回復する一方内部の混乱が目立った SPD が大幅に議席を減らしたが2013年の選挙では全国的に支持率が落ちていた FDP 議席を大幅に失い SPD は8議席を回復した。セディは第一党を維持したものの 連立相手の FDP の議席が減少したために、この2党では過半数を確保できないため、SPD 及び緑の党と連立交渉を行った。同日に行われた連邦議会選挙では、セディ・ SPD の大連立が成立したが、ヘッセン州では、セディは SPD ではなく緑の党と連立を組むことになり、政権が成立した。ヘッセンの州政府は、 1981年以来、州内を三つの行政管区に分けて、その地域にある地方自治体の活動を監督する。行政管区は自治体ではなく議会を持たない行政管庁である。州の下級行政単位は21の軍と軍には属さない5つの独立市からなる。軍にはその下級行政単位として177の市と244の町村。 ゲマインデ、ゲマインデが属する。市も含めた講義のゲマインデ基礎自治体の総数は四百二十六である。都市名の前のアルファベットは右の区分地図の記号。南のバーデンイコールビュルテンベルクの周域にヘッペンハイムの外区、オーベルイコールラウデンマッハがある。州の紋章に描かれているのは立ち上がる獅子である。死死は青い背景に 白と赤のストライプ、横地まで描かれる。この獅子は、今日のヘッセン州の地域を1247年まで、領有していた、テューリー弦砲白の紋章に由来する。周期は、紋章の獅子と同じく赤と白のストライプで、縦横比は3対5。このデザインは、もともとは1820年以降ヘッセン大広国の時代に使用されていた旗の一つで、 1949年11月22日に周期として正式採用された。州政府庁舎などで形容される政府機には中央に文章が入る。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。